皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の方程式2回目は移項を使って方程式を解く方法についてお話します。まず移項って何なのか、これをこれまで学習した等式の性質と比べて説明していきます。例のカッコ1カッコ2、どちらも x-4 は10という式です。まずカッコ1の方は等式の性質、これを使って方程式を解きます。 x-4 は10の-4を消すために両辺に4を足します。 x-4+4=10+4、 これで x=14、このようになります。括弧には移項を使います。 x-4 は10、もうここで x=10+4、 x=14 と括弧2の方を移項を使って解いた、こういうことなんですけれど、どこが違うかというと、等式の性質だとこの-4を消すために両辺に4を足した、ここの部分ですね。でも括弧2の部分はもうここで x=という形になっています。つまりここってもう0になることが分かっているので、省いて x=10+4、ここの部分が出てきていると考えていいわけですね。そして答えがどちらも x=14 になっています。でこれを簡単にまとめると、移項というのは等式の一方の辺、ね、左辺と右辺ありましたよね、その一方の辺の項を、ここでは-4の部分ですね、-4の部分を符号を変えて他方、この場合は右辺に移すこと、これを移項と言います。ですからここの部分、-4の部分がこちらに移って引くだったのが足すになって、足す4になっていると、こうなるわけです、ね。等式の一方の辺の項を符号を変えて他方、もう一方の辺の方に移すこと、これを移項と言います。ではもう一度確認するために練習で2問やっていきます。括弧1、 x+3=-5、 これを+3を移項すると x=-5、 これ足し算だったのが引き算になって -3、 x=-8 と、こうなります。括弧に x-8=4、 これを -8 を移項して4の後ろにつけると x=4-8 が引き算、足し算によって +8、 x=12 と、こうやって方程式を解くことができるんですね。ではもうちょっと複雑な問題もやってみましょう。方程式を解くときには文字を含む項、これを左辺に、数の項、数字の部分ですね、これを右辺に移行して方程式の解を求めます。では練習の2、3問、これで確認しましょう。括弧1、 2x=-x+9、 この文字の部分が右辺にあるので左辺に移行します。 2x+x ですね、符号が変わるので、このマイナスがプラスに変わって 2x+x になります。=9、 つまり 3x=9 ですね。両辺を3で割ります。で x=3 と、このように x の解が求められました。括弧2番、-4x=-12+2x、 やはり文字の部分が右辺にあるので、これを左辺に移行します。 -4x、 符号が変わって -2x
イコールマイナス12と、マイナス 6x イコールマイナス12、両辺をマイナス6で割って、x イコール2と、これが解です。括弧3番、 8x-2 イコール 3x プラス9と、サインに数の項がありますよね。引く2の部分ですね、マイナス2、そして上には文字がついている 3x、 これがあります。ですからこのマイナス2を右辺に移行して 3x を左辺に移行する、ね、この2つの操作を行います。 8x-3x 符号が変わって、ね、3x がマイナス 3x になります。で、9-2だったのが足す2になりますね。 5x イコール11です。ね、ここで、あ、割り切れないから間違っちゃったって感じる人いますけれど、そんなことないですよ。ごく普通に答えが分数になることはあります。そう、 x イコール5分の11と、このような分数の形で解が求められるわけですね。今回は移項を使って方程式を解く方法の基本の部分を説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。